もうどんな手立ても私には通じません。ダメージや本人でさえ知らないだろう弱点、そのほとんど霞んだ目も全てが手に取るようにわかります。後悔してももう遅いですよ。どうしたの？何かが、強大なエネルギーを持つ何かが近づいてきている。それはきっと僕の知人だな。やっと起きたんだね、影山君。面白い。果たしてどちらの能力が上か、勝負です。正面から迎え撃ってあげましょう。抵抗防衛だ。現役に抵抗防衛と言えるかわからない際に、とりあえず抵抗防衛と叫んでおく霊言の必殺技である。バカな、全く感知できなかった。何者だ霊言さん。みんな起きろ、大先生が来てくれたぞ。大先生、まさか虫の境地まで気配を消せるエスパーが存在するのか。どうする、引くべきか。師匠、その人かなり強いですよ。危険だから離れてください。さっきの少年に得体の知れないエスパー、一体どれだけ大きな組織でもあるというのか。何よりこの少年、桁違いだ。やっぱりやめだ、割に合わない、降参します。お、えらくあっさりしてるな。世界征服の意気込みはどこ行った？本気なのはボスだけですよ。私は楽しければ何だっていいんです。楽しければいいだって。ん？それで多くの人に迷惑をかけたのか。ふざけるな。逃げやがった。チェ、勝った気がしねえ。また襲ってくるかもしれんな。いや、きっと奴にトラウマを植え付けた。身の程を知って、これから生き方を直していくんじゃない。